タン様、コウマの精鋭ここに集結いたしました。さあ、ついにお前たちが地上に出る時が来た。破壊せよ、破壊尽くせ、全ての破壊だ。なんと美しい。全てが死滅し、そして新しい命が誕生する。破壊こそは神聖への除去なのだ。赤き月の夜、その時最強のコウマが復活し、我らに最も頼もしき破壊の力をもたらす。コウマ、シカ。はっ。お前はそれまで時を稼げ。仰せの通りに。くれぐれもイノシシの敵討ちなどと余計なことは考えるなよ。サタン様にこの俺が最強であることを認めさせたい。
多分あの男、青いサタンの狙いはこの魔人鬼だ。この魔人鬼はな、聖魔城の封印を解く鍵だ。そいつは今我々の手の中にある。数百年前に殺戮のために作られた城だ。そんなものを地上に出しちゃいけねえ。いいか、このことは軍部でも最高機密だ。誰にも話すんじゃねえぞ。この金庫室を開けられるのは俺とあやめくんだけだ。だから奴は必ずここを攻めてくる。覚悟しておけよ。気をつけろ、罠があるぞ。僕の指示に従って歩いてくれ。はい。まず左に3歩、右に4歩、そして前に7歩と歩いちゃいけないよ。